宮崎県宮崎市出身のプロサッカー選手。J リーグ、横浜 FC 所属。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。元日本代表。実家は豆腐屋。幼少時は、水泳や、機械体操を習っていたが9歳の時にすべてを辞め、サッカーを始める。行き目大中学では同期の上田恒幸と共に、宮崎県選抜に選ばれていた。この頃、 東京のマスダ・テ氏を伴いブラジルリオデジャネーロに2度の短期留学を経験。また、当時からカシマ・アントラーズのファンでカシマユース入りを図って自家判を申し出たが遠方のクラブに入る負担などを理由に断られた。スカウト担当の平野克也は当時のイノハについてまだ小柄でどんなタイプの選手かもわからなかったと10回している。カシマが キャンプで井の葉の地元である宮崎を訪れた際には、練習を見学に行き、小笠原光男と一緒に写真を撮っている。2001年、鹿児島実業高等学校に進学。高校卒業後の J リーグ入りを目指して、数チームに練習参加するがかなわず、2004年に、阪南大学に進学。1年生の時に、ユニバーシアード候補に選出されて、名を挙げると、負傷した。 吉弘敦氏の代役として、大熊清率いる U-22 本代表に抜擢され、2005年のワールドユースにも参加。しかし、本大会では出場機会を得られず、この悔しさと、もともと大学で4年間を過ごすつもりもなかったことから、大学を休学してのプロ入りを決断。J1 の6クラブからオファーを受け、特に歌手まではすでにプロ入りしていたマスダからも誘いを。 受けていたが、マスダとの対戦を希望し、2006年1月に FC 東京への加入が発表された。当時の監督であったガーロは、開幕戦から新人のイノハをスタメンに抜擢し、ボランチで起用。相手キーマンへのマンマークを担った。その後も故障者の多かった守備陣の穴を埋める形で、SB やボランチ、CB と複数のポジションで出番を与えられた。 第19節アビスパ福岡戦ではヘディングでプロ初得点を決めた。2007年はポジションを SB に絞って臨むことを宣言していたが、4月に出場機会を失うとボランチへの転向を志願。しかし、シーズン中盤以降、こんな安幸がボランチに復帰してからは再び機会に戻った。2008年、鹿島アントラーズに完全一席。 同年開催の北京オリンピック代表メンバー入りに向けシーズン通してレギュラーでプレーすることを目標としていたが、序盤はバックアッパーに甘んじオリンピック出場を逃した。シーズン終盤にかけて CBE の定位置をダッシュ、リーグ優勝に貢献し、プロイリアと初のタイトルを獲得した。2010年序盤は DF リマサヒデの加入により、 出場機会が激減するも同年7月にリが退団して以降はレギュラーに復帰した。2011年はリーグ戦と ACL が並行していた序盤こそ先発出場を続けていたが ACL 敗退後は中田浩二が CB に敗されたことで出場機会を減らし日本代表で結果を残すためシーズン途中で退団した。2011年7月クロアチア一部 プルバ HNL のハイドゥクスプリトへ完全一席。クロアチアを足がかりに上位リーグへの移籍を目指していたが、給与未払いを理由に2012年1月に退団した。2012年2月、ビッセル神戸へ完全一席。序盤は主にボランチで起用されたが、その後ポジションを CB へ移した。神戸を上昇クラブに変えたいと意気込んでいたものの J に降格を喫し、1年で 退団した。2013年、ジュビロ岩田へ完全一席。開幕から、スリーバックの一角を務めたが、チームのサッカーに順応できず、代表活動の負担も重なりチームは、J1 第31節突戦の敗北より降格。神戸在籍時に続く2年連続の j に降格となってしまった。2014年は、 ディフェンスリーダーとして奮戦するも、甲府町の波が激しく安定感をかき J1 復帰を逃した。2015年は、左腸子屈筋の負傷を抱えながらも、守備の用として32試合に出場。同年11月23日の J1 昇格が、かかった J2 最終節大分戦では、シーズン初得点となる先制ゴールを決めて、同月12日に亡くなった監督。 七海博士の父を思いユニフォームの袖下から模償を外し、スタンドへ掲げた。この特典もあって、J1 復帰を果たしたが、自身の高年俸やクラブの若手登用の方針から、岩田との契約を満了。翌年の神戸加入時には、岩田側から戦力外通告を受けた胸を明かした。タイなどへの海外移籍や引退を含め進路を模索したが、フルスビッセル神戸では、 J に降格を喫し何も成し遂げられなかった。やり残したことがあるとして、2016年2月に同クラブへ完全一席。4年ぶりの復帰となった。同年はセンターバックのレギュラーとして出場を続けたが、クエンテン・マルティノスと共にリーグ際多体の警告処分を受けた。2018年シーズンはなかなか試合に絡むことはできなかったが、10月に フアンマヌエル・リージョが監督に就任すると、ボランチとして、レギュラーを奪う。レギュラーを奪うきっかけとなった第31節の、名古屋グランパス戦では、リージョが試合後のインタビューで、井ノ葉はチームに熱を加えてくれたと井ノ葉を、称賛している。しかし、チームの新シーズンの指導日である2019年1月17日に、契約満了によりビッセル神戸を退団することが、発表された。 2019年2月18日、横浜 FC へ移籍することが発表された。2月に入団したこともあり、クラブのキャンプに参加することができず、難しいコンディション調整を強いられたが、3月16日に行われた J2 第4節アルビレックス新潟戦で移籍後初出場。新潟戦以降は、レギュラーとして出場し、横浜 FC の J1 昇格に貢献した。 2006年8月31日、ビビチャオシムが指揮する AFC アジアカップ2007予選大会の日本代表メンバーに選出された。2007年のアジアカップにも直前で、ハリトリュウジが負傷離脱したため A 代表に緊急招集された。また、U-22 代表では、北京五輪アジア二次予選までキャプテンを務め、スリーバックの中央で DF ラインを統率した。 2010年、アルベルト・ザッケローニの初再配となるアルゼンチンとのキリンチャレンジカップ及び韓国との国際新善試合の日本代表メンバーに選出。2011年のアジアカップでサウジアラビア戦に後半から内田篤ツと,と交代で日本代表初出場を果たし、直後に前田良一へのアシストを決めた。 内田の出場停止により初の先発出場となった、準々決勝のカタール戦ではオフサイドをかけ損なって、失点につなげるなど終始低調なパフォーマンスだったが、終盤に値千金の決勝点を決めた。2014年5月12日、2014FIFA ワールドカップの日本代表メンバーに選出された。 所属するジュビロ岩田は2013年に J2 に降格しているため J2 クラブ所属でワールドカップ日本代表に選出された史上3人目の選手となった。しかし本大会での出場機会はなくチームもグループリーグで敗退した。その他の公式戦その他の国際公式戦。ありがとうございます。